体のケアっていうのがもう大事ですよね、うん、その中で土俵上東方の前の富士35歳、対する徳田17歳、もろ手で立っていった徳田、左ねじ込んでいく、逆に右の上手引いて前に出ていったのが徳田、寄り切りました。まあ、ですからこの30半ばを超えて土俵で相撲を取り続けているというのはすごいことなんですね。そうですね、まあ、前の富士も年は同級生なんですね、はい、日本はちょっと違いますけど、でも徳田がもう上手をしっかりいい位置取りましたからね、はい、前の富士もう残せないですね。